あれ？あんたこんな時間に何してるのよ。ちょっと嫌な夢をね。昔の夢。そう、忘れるなってことなのかしら。とにかく夢のおかげでだいぶ思い出した。聞いても驚かないでね。私も戸惑ってるんだから。私が SAO ソードアートオンラインのことを聞いたのはテレビのニュースだよ。たくさん死人が出ている、最悪のデスゲームだって。首謀者はまだ捕まっていないって言ってた。落ちてきてあんたに受け止められたあの時に、私はこの世界に迷い込んだ。ナーブギアなんてとっくに発売中止よ。多分メディキュボイドのせいね。医療用の機械なんだけど、フルダイブ技術を応用して医療に役立てようって機械で、ナーブギアと同じシステムを積んでいるの。目や耳が不自由な人に VR 技術が役立つってのはかなり昔から言われてたことでしょ。あと感覚の遮断も麻酔の代わりに使えるかもしれないとか、まあいろいろ医者が説明してたわ。私はそのどっちでもなくて、カウンセリング系のテストだったんだけど、 VRMMO はなんとか療法にいい効果が期待できそうだとか、もちろん SAO じゃない、もっと無難な VRMMO でね。それでアバター作成してカウンセラーを待ってたら、急に足元が揺れて、そこからはもう訳がわからなかった。落ちてるのか吸い込まれてるのか、頭もクラクラしてたし。そうでもないけどね。忘れていたかったことまで思い出したから。そうね、ごめんなさい。私もあまり話したくない。でも私がここに来たのは運命だったのかもしれない。まだ実感はないんだけど、この世界で敵に倒されるとプレイヤーは本当に、あんたそれ本気で言ってるの？どうしてよ、雪吊りの私なんかに。ごめん、私こそマナー違反だったわね。あんた話したくないって顔してる。私ね、今まではあんたのこと失礼な変なやつくらいにしか思ってなかったけど、でももしかしたら私たち意外と似た者同士なのかもね。今なんだかそんな気がした。
よし。よう。よう。なんだ？よし。会議を始めましょう。どうかな？分かった。頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。
切るチャンスだ。キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。銃の桁が上がると節目って感じがするわね。確かに記憶にはねえな。昔の MMO じゃ地殻変動イベントとかあったけどな。こういうイベントをきっかけにして新しいマップが開放されたりしたんだよ。そうなんだ。ちょっと期待しちまうな。ただまあ底意地の悪い改変じゃなきゃいいが。にしても結局ログアウトできねえままここまで来ちまったな。今のペースから考えたら100層到達もそんなに遠くはないんじゃないかな。初
初めの頃に比べるとすごくハイペースだよね。そりゃこんだけ攻略をこなしてりゃ容量も良くなってくるってもんだよ。